ネックロールですね。レッスンで受けて、新しい発見がありました。ネックロールは2パターンあって、1つ目は肩から、肩からボールをリリースする、肩から離すっていう、この自分が今までやってたやり方。2つ目はこの後頭部、この後頭部をボールをこう伝わせて上げるやり方。こうやって後頭部で上げてこう回すというやり方があるということが教わりました。もちろんね、肩から回す、肩から上げるっていう方法ももちろんやりつつ、ちょっと後頭部を使ってこう回していけたらなって思います。でやっぱり共通するのは1個あって、ボールを離す時にやっぱりこう胸を張って反らせる、こう離す時にこう胸を張ってこう反る感じで、ボールが離れた反る感じでまたこうキャッチするというのがやっぱり重要なんだということが、分かりました。あとはそうですね、でその後頭部を伝わせて回すっていうのはやっぱりこのこめかみで、おでこで、反対のこめかみで、ネックキャッチっていう、やっぱり一連のこの流れ、こうやって頭こめかみでキャッチっていうこの流れをこう練習することによって、で最終的にはこうこっからこういうふうに曲がるというふうにできると。結構練習は大変かなとは思うんですけど、このネックロールでもやっぱり 2パターンがあるということ。で自分の理想はやっぱり頭の周りをボールがくっついてる感じで回したいっていうのが理想なので、ちょっとこれから、肩から離すっていうやり方ももちろんそうなんですけど、やっぱりここの後頭部からこういう風にして回すっていう風に、その練習も同時並行で、やっていければなと思いました。ではおしまいです。